改めまして、DeNA ベイスターズに2指名おめでとうございます。ありがとうございます。指名受けてみて、DeNA ベイスターズどんな印象ですか？そうですね、本当に投手、野手、総合力本当に高いチームだというふうに思っているので、その中で本当にすごいいいチームに呼ばれたことをすごく嬉しく思います。ありがとうございます。なりたい選手像だったり、対戦してみたい選手あれば教えていただきたいです。自分は小さい頃から、ピッチャーとしてやってきて、前田健人投手を本当にすごく参考にしてフォームとかも勉強してきてきたので、本当前田健人投手のような球界を代表するような投手になれるように頑張りたいなというふうに思っています。対戦したい打者っていうのはまだ思い浮かばないんですけど、本当にプロ野球という世界は本当に厳しい世界なので、本当上のレベルでしっかり通用するような投手になれるように頑張っていきたいなと思います。今プロの世界の入り口に立ってみて、改めてプロでの目標ございましたございますか？そうですね、自分は1軍で投げて活躍するってことが第一条件だと思っているので、そうですね、しっかり開幕1軍で1軍の戦力となれるような投手になりたいなというふうに思ってます。改めてこのドラフト指名を受けるにあたってどんな思いで来られてきましたか？自分はこの大学4年間で、プロの世界で勝負したいという気持ちで大学4年間頑張ってきて、4年生の春に自分たちの代になって、本当に過去一の挫折じゃないですけど、うまくいかないことが続いてもがいてもがいてしてきたんですが、こうやって努力して頑張ってきた成果が、こうやって報われたっていうのはすごく嬉しい気持ちです。この大学4年間本当に苦しい思いもされてきた中で、小宮山監督っていう存在もあるかと思います。この早稲田で4年間、まだ秋もあると思いますが、改めてこの早稲田っていう早稲田大学という存在はご自身とってどうでしょう？本当に早稲田大学に行ってよかったと思いますし、やっぱこの伝統のある大学で11番という背番号をつけさせてもらって、いいことや悪いことっていうか、本当いろんな経験をさせてもらっているので、この4年間学んだことをプロの使いでしっかり頑張って出していきたいなというふうには思います。どうやって自分の中でその乗り越えて今日ここに至ったのかっていうのがあれば教えてください。そうですね、正直、メンタル的にも技術的にも本当に試行錯誤しながら自分的には頑張ってやってきたんですが、本当うまくつながらず、どうしてなんだろうってすごくもがいて、春終わってもう一回自分の持ち味はストレートなんだっていうふうに自分に言い聞かせて、夏場に徹底的に練習してやってきたので、そこの成果が秋少しずつできているので、もっと自分の持ち味を秋最後までしっかり投げたいなというふうに思います。改めて今家族のお話が出ましたけれども、家族以外でこの指名をお伝えしたい方がいらっしゃれば教えてください。そうですね、大阪桐蔭高校監督の西谷先生には伝えたいなというふうに思います。6月にその春のリーグ戦が終わった後に帰省をして、大阪桐蔭に挨拶行った時に、西谷先生が本当に、コーチだったり部長さん先生とかに本当に悩んでることを素直に相談して、そこを受け止めてくれて、本当に勇気のある元気になったというか、もう温かい言葉をいただいたので、そこはもう一回頑張ろうというふうに気持ちになる分岐点でもあるので、感謝の気持ちはしっかり電話で伝えたいなというふうに思います。西谷さんから具体的にどんなことをかけられましたか？そうですね、本当に、正直その時は自分なんかがプロ仕事を出していいのかなっていうふうに思っちゃうぐらい落ち込んでて、けど大学に行く時に西谷先生に、お前は上位でドラフト行くために頑張ってきたの違うのかっていうふうに言われて、そこの気持ちは絶対忘れてはいけないって言われて、お前の持ち味はあるんだから見てくれてるから、見てくれてるからそこを信じてもう最後まで頑張れっていうふうに、簡単ですけどこういうふうに言われて、本当に自分でもそこでもう一回頑張ろうっていうふうに強い気持ちになれたので、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。笑顔で、はい、はい、ありがとうございます。